1977年、国鉄地北線時代の大森仮上校場。線路班事務所近くの旧市と集落近くへ移転後の仮上校場。周囲約1キロメートル範囲。右上が北見方面。右上橋近くの線路西側に保線小屋が見え、その左に旧上校場のホーム跡が残る。ここにはかつて線路班の少し大きな事務所と感謝があった。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成大森駅は北海道中川郡池田町麻大森にあった北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅である設置当初は仮乗工場であり通常は仮乗工場も掲載される道内版の時刻表にすら記載されていなかった一説にはアイヌ語の ポロケナを威約したとされる。単式ホーム一面一線を有する地上駅、無人駅。元は仮上工場のため、ホームは簡素だった。大森の集落がある。AB 停車場編線大辞典、国鉄 JR 編、21998年10月 JTB 発行。停車場編線大辞典 JTB 出版では1981年書き。 以前と記述されているが、1956年測量の国土地理院25000分の1地形図、十勝高島にすでに後の位置に記載されている。1968年修正、1969年発行、国土地理院25000分の1地形図、十勝高島。踏切がなくなり、集落中心に近い位置に移動。AB オ田雪を、 北海道の駅878物語駅名のルーツ探求富士コンテム札幌市2004年2月29日1137ページ ISBN4 から893915495大森狩り情報上に関するカテゴリーありがとうございます